行くぜ。一回、はい。今日は何時だろう。8月の7日かな。雨？今日はね、帰省します。しかも在来線乗って横浜まで、大阪から横浜まで、およそ10時間の旅。でしかも1時間ごとに乗り換えるので寝れないというね。はい。ではね、まず最寄り駅本町まで歩いていきます。時間がね、ちょうど5時。本町駅までだいたい15分ぐらい歩きます。ね、夏だから明るいですね。では帰ります。はい、大阪本町駅が見えてきました。地下鉄、メトロ線、地下鉄線ですね。自宅から歩いて15分ぐらいです。ではね、始発、22分ぐらいかな。まだ全然余裕なんですけど、これに乗って、横浜に向かいまーす。まずはね、地下鉄乗りまーす。三橋線、本町。今日日曜日、始発が5時20分。ちょっと遅いよね。大阪ね。はい。停車来るの待ちます。はい、四ツ橋線始発来ました。では旅スタートです。日曜日の始発、あ、結構乗ってる、結構乗ってると思う。2両目青春18切符で、京都方面は55分の改札で、今30分だから25分ほど余裕があります。では18切符いきます。始発の大阪駅、結構ね、人がいるもんですね。じゃあ8番線、京都方面行くぜ。始まります。残念なことに、ジャック冷房車、ジャック冷房、大阪にいます。都会だね。時間は10時、出発してね、5時間、ちょっとまで、あと5時間、ちょうど10時間が、多摩通りでした。大阪と横浜の2週間になるようです。京浜東北線、横浜だぜ。懐かしの新杉田、横浜の、JR 東日本の杉田駅です、ね、昔横浜の海岸通り、あの向こうに吉村屋があったんです ね。杉田です。横浜名物スタミナカレーバーグ、あ、やってね。これ有名なんだな。そうそうそう、これ今日はやってません。あ、これスタミナカレー。杉田のフララ、
懐かしい、ここでよく勉強したな。ここに図書館入ってるんですよね。5階だっけな。仕事帰り勉強したぞ、ここ、そしてケンタッキー食べたな。